今回は小笠原マシコの絶滅理由について解説していきます。小笠原マシコは、スズメ目亜トンリ科のトンリ。絶滅種。小笠原諸島に生息していた。1828年に捕獲されたのを最後に記録がないので、絶滅したと考えられている。絶滅した主な原因は、1830年頃から始まった人間の定住に伴って起きた海辺の森林の伐採や野生化したヤギの食害による生息環境の破壊、猫やネズミなどの外部から持ち込まれた動物による捕食が原因だと言われている。標本は小笠原が日本領と定まる以前に来トンした、イギリス人ビーチーが捕獲したニワトン、ドイツ人鳥類学者キットン・リッツが捕獲した9羽のみが外国の博物館に所蔵されており、日本には1体も存在しない。頭の大きさにしては大きなくちばしを持っていることが、本種の最大の特徴である。ユーは顔や喉が赤く体は褐色。メスは体全面が褐色だが下面はやや薄い褐色である。主食は、硬い木の実や小さな果物、木のワカメだったと考えられている。小笠原諸島の父島で繁殖して、全く渡りをしなかったと思われる。海岸沿いの林などにカップル、または単独で生活しており、普段は地上付近で生活していて、樹上の高い位置に登ることは稀であったらしい。また、人間を恐れなかったと伝えられている。メートル人トンだったせいか人間を警戒せず、1828年に採集されたのを最後に地上から姿を消してしまった。日本の野鳥の中では絶滅トン氏が小笠原が微鳥トン並び間メートルリツクシガモに次いで古い時代まで遡る。わずか23平方キロメートル余りの小さな島で200年近く発見されていないのだから残念ながら生存の可能性はないだろう。世界的に見ても亜種はなく小笠原トンクさんだった。トンウ書は別の背景で書いたが主に木立の中の地上で生活していたらしいという習性をイメージして最終的に林縁部の岩の上に出てきてもらった。大きなくちばしがトンク長だ。人の間を警戒しなかったトンはいえ小笠原にも天敵はいたはずだから敏捷さは備えていただろう。もちろん本物の生きた姿は見られないので同じように大きなくちばしにトンク長のある怒りをベースにしてみた。これがどれほど正しい姿なのか残念ながら確かめようがないが、もし本物が姿を現したらおそらく当たらずトンもトンをからず、結構いい線をついてるトン思う。